HS780&OVER&OVERC1HS780&OVER ーーーーーーはイギリスのホー,カーシドレー社が開発しイギリス空軍で運用された総発のターボプロップ輸送機。&OVER ーーという名称はイギリス空軍において戦艦機に運用されたこの機体の前身、HS748 の開発、製造を行っていたアブロ社製の服用輸送機。 アンドーバーや空軍基地近郊のアンドーバーから付けられた。ベースとなった HS748RAF は1960年代初頭に未舗装滑走路からでも短距離離着陸が可能な中型貨物輸送機の試作要求を各航空機メーカーに出した。AV ローカンパニー社はロールスロイス社のダートエンジン搭載のタイプ四十八の軍用機種を開発し、 ハンドレイ、ベージ社は、ヘラルドの改造形を提示した。量子作機は、RAF によって、サフォーク軍のマートルシャムヒースで1962年2月に、試験飛行が行われ、アブロ社のタイプ 748SRS-2 が採用され、タイプ780と名付けられた。大きな特徴はビブにローリングランプが追加されたことで、ここから、 貨物の積み下ろしを容易にするためし膠着装置はユニークな折り曲げ可能式となり地上で機上げ姿勢が取れるようになった。エンジンはダートマーク301を採用、プロペラ直径も大型化したことでエンジンと胴体との距離をできるだけ遠くする必要があったが主翼幅は逆に 7.6cm 短くなっていた。1963年4月、RAF は アンドオーバー C1 として31機発注し、タイプ748の初号機を改装した、試作機は1963年12月21日に初飛行した。同年7月には、アブロ社が放管指導霊車に吸収されたことで、名称はタイプ780から HS780 となり、12月21日に納入1号機がウッドフォード飛行場から飛行した。 アンドーバー C1 はイギリス本土の他にもシンガポールや中東の飛行隊で運用されたが、イギリスが東スウェズから撤退したことで飛行隊が1個に減らされ、さらに1975年の防衛費削減の影響を受け輸送機部隊から退役することとなり、残った機体のうち10機はニュージーランド空軍へ売却され、他の機体も写真偵察機 C1 や飛行点検機、 E3 など他の用途へ改造、転用された。なお、これとは別に、RAF は通常の748も、アンド v バー CC2 の名称で6機採用し、連絡、VIP 輸送用として運用していた。現在はイギリスニュージーランドともに大液済み。ありがとうございます。